everyone! こんにちは、みなさん。じゃあ今日は手作りキャラメルアップルを作りたいと思います。意外に作りやすくて甘くて超美味しいんですよ。それで始めましょう。じゃあまず、キャンディ棒をリンゴに刺す。生キャラメルと牛乳を鍋に入れ、中火にする。混ぜながら生キャラメルをしっかり溶かす。各リンゴを鍋に入れ、表面の全体にキャラメルをつける。天板に並び、固まらせる。気泡があったらナイフで刺し、空気を抜くと完成です。で、ご視聴いただきありがとうございました。木曜日にリラックマのキャラメルアップルを作りますので、ぜひチャンネルに登録して木曜日に見に来てください。皆さんが大好きで木曜日でね。バイバイ。